豆キュン。十二支の話。昔々神様がこの世界を作り人間を作りました。神様、神様、神様、野菜やお米はどうやって作ればよいのですか？神様、水がありません。水をください。神様、神様、神様。やめ、やめ。まったく、キリがないな。人々は毎日毎日神様に尋ねました。一日に10、20、ある時には100を超える質問をしました。そんな人々の頼み事で忙しかった神様はいいことを思いつきました。よし、動物たちに手伝ってもらおう。私の仕事を手伝ってくれる動物を選ぶことにする。1月1日の日に神殿に早く着いた12匹の動物を私の使いにするぞ。神様の使いだってすごいなぁ。私たちが人間のお世話をするなんて素敵じゃない。僕が神様の使いになれたらどんなにいいだろう。ネズミは胸が躍りました。ネズミはいつも人間に追われ体が小さいので他の動物にからかわれていました。神様の使いになることを考えただけで胸がドキドキしました。神様の使いになるには神殿に誰よりも早く着かなくっちゃ。よし、今日から走る練習だ。ネズミは雨が降っても風が吹いても休まず走りました。体の小さいネズミは他の動物よりも何倍もたくさん練習をしました。ネズミさん、まさか神様の使いになるつもりなの？そうさ、僕は神様の使いになるんだ。そうなの？それはすごいわね。でもいくら練習したって12匹の中に入るのは無理よ、無理。どうしてさ？ネズミさんは体がとても小さいじゃない？いくらすばしっこいからって足の速い馬や風みたいな虎にはかないこないわ。でも誰よりも早く起きて一生懸命走れば12番にはなれるかもしれないよ。ネズミさんがいくら頑張って走っても他の動物たちがすぐに追い抜くわ。のろまなイノシシさんでもネズミさんより早いし。イノシシさんも？どうしよう。私にいい考えがあるわ。何？私が思うには粘り強くて力の強い牛さんが一番になると思うの。だから牛さんに乗っていいのかな。もちろん、まずは牛さんに頼むのよ。心の優しい牛は1月1日の朝、ネズミが早く起きて起こしてくれるのならいくらでも乗せてあげると言いました。やった、僕も12匹の使いになれるぞ。すべて私のおかげってこと忘れないでね。そして1月1日の朝、お日様が昇る前に目を覚ましたネズミはちょろちょろと走って猫を起こし、そして牛を起こしました。さあ出発だ。うん。牛は虎のように足は速くありませんが休まず歩きました。牛は猫とネズミを乗せていてもびくともしないほどの力持ちでした。まだ誰も出発していないみたいだね。はあ、まだ時間が早いからね。私はちょっと寝るわ。牛と猫、そしてネズミはいつの間にか広い川まで来ました。
この川さえ渡れば神殿だよ。本当？やった！牛さん、もう少し頑張って。わかった。落ちないように気をつけて。ねえ、他の動物たちが追いつきそうな？牛さん、もっと早く泳げないの？よいしょ、僕だって頑張っているよ。ああ、早く早く、このままだと追い抜かれるわ。いたやめろって、牛さんがかわいそうじゃないか。あっちに行って、グズグズしていたら他の動物たちに抜かれちゃうわ。私は絶対神様の使いになるんだから、早く、もっと早く泳いで。痛い。やめて。キャー！ネズミに噛みつかれた猫はあまりの痛さに飛び上がり、そのまま川の中へドボッと落ちてしまいました。その隙に牛は川岸にたどり着きました。もうあんなところまで来ているよ。ネズミさん、捕まって。牛は神殿に向かって力いっぱい走りました。ところが神殿の目の前でバタン、足がもつれて転んでしまいました。うわネズミが1番、牛が2番か。え、やったぞ。牛さん、本当は君が1番なのにごめんね。大丈夫だよ、僕たち2人とも神様の使いになれたじゃないか。これも全部牛さんのおかげだよ。君がいなかったら僕は12匹の動物の中に入れなかったよ。違うよ、君が朝早く起こしてくれたおかげさ、牛くん。続いてトラ、ウサギ、竜、ヘビ、馬、そして羊、サル、鳥、犬、最後にイノシシが神殿に到着しました。3番ガオ、先に着いたやつがいるなんて。やったー、4番だ。ちょっと油断したから5番か。6番ね。僕が7番だなんて。ふふ、私が8番。9番だ。やったー。10番だ。鳥を追いかけてきただけなのに11番？ああ、疲れた。またビリか。12番。みんなご苦労さん。これからお前たちは私の使いとして人間の世話をするのだ。だがリーダーがいた方がいいだろう。お前たちの中でリーダーは私がやります。森の王、この虎がリーダーをやります。伝説の動物であるこの竜がいるのにお前がリーダーだって？おい、喧嘩はするな。それよりお前たちが人間に何をしてあげられるのか聞こうではないか。一番大切なことができる動物をリーダーにしよう。まずは一番になったネズミから言ってみよう。私はどんな動物より働き者です。人間にそれを教えたいと思います。私は我慢強さと力があります。人間に健康を分けたいと思います。私は勇気です。人間に勇気を教えてあげたいです。私は誰よりも賢いです。人間に知恵を分けてあげたいです。私は水の使い方を知っています。人間に水の使い方を教えてあげたいです。私は粘り強さがあります。諦めない方法を教えたいと思います。私はこの世界がどれほど広いのかを知っています。人間にこの世界の広さを見せてあげたいです。
私は助け合う方法を教えたいです。みんなで助け合えば素晴らしい世界になると思います。私は才能を分けてあげたいです。人間の暮らしが豊かになると思います。私は時間を教えてあげたいです。寝たり起きたりする時間を教えて規則正しい生活ができるようにしたいです。私はお互いに信じ合う方法を教えてあげたいです。信じ合えれば幸せになります。私はゆったりとした心をあげたいです。急いでばかりいては幸せになれないと思います。動物たちの話を聞いた神様はすっかり悩んでしまいました。どれも人間に必要なものだったからです。どれが一番大事だと決めるのは難しい。どれも素晴らしい。だから一番になったネズミから一年ずつ交代でリーダーになって人間の世話をするようにしなさい。1年ずつですか？そうだ。その年に生まれた子供はその年の動物の特徴を持って生まれる。それからその年はお前たちの名前で呼ばれる。だから喧嘩せずに仲良く人間の世話をするように。はい。動物たちは喜び、人間のために頑張ることにしました。そんなわけで、ネズミがリーダーになった年はネズミ年。牛がリーダーの年は牛年になりました。人間も虎の年に生まれれば虎年、ウサギの年に生まれればウサギ年と呼ぶようになりました。何よ、全部ネズミのせいだわ。この私に噛みつくなんて、ネズミのやつ、今度出てきたら、ただじゃおかないから。この時から、猫はネズミを見つけると追いかけるようになり、水も大嫌いになりました。